リバーデールの一リバーデールはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区の北西部に位置する地区。マンハッタンの北ヨンカーズ市の南に隣接する。西にはハドソン川が流れている。2000年の国勢調査の結果ではこの地区の人口は約4万5000人であった。インナーシティの代表格の一つであるブロンクスにおいて 面積約8キロ平方メートルほどのこの地区のみは中流以上の家庭が多く住んでいる。そのため行政区分的にはブロンクスの発区とされながらも実際にはニューヨークの北の郊外都市の様相を呈している。リバーデール地区には1950年代から1960年代にかけて建てられたアパートから20世紀初期に建てられたジョージア町や チューダーリバイバル城の一軒家まで多彩な様式の住居用建築物が建っている。2005から7年にかけてはリバーデールの中央部で建設ブームが起こり中高層のコンドミニアムが数多く建てられた。ハドソン川を望む西側の地区は豪邸が集まっておりエステートエリアと呼ばれている。エステートエリアには植物園と野外アートギャラリーを兼ねたウェーブヒルが立地している。 リバーデールの地元情報を扱う紙ベースのメディアとしては、リバーデールプレスとリバーデールレビューという週刊の新聞2誌がある。裕福な地区であるリバーデールの教育水準は高い。リバーデールには私立学校3校があり、カトリック系の私立大学2校がキャンパスを構えている。地区内の公立学校は小学校2校、中高一貫校1校がある。しかし、 リバーデールに住む生徒の多くは理系教育に特化し、入試を科すブロンクス科学高校やジョン・エフ・ケネディ高校といった近隣にある教育レベルの高い高校に通っている。このほか、ユダヤ教系の全日制私立学校である SAR アカデミーもリバーデールに校舎を置いている。ニューヨーク市地下鉄の一番線はリバーデールのすぐ東側、キングスブリッジ地区を通っている。 メトロノース鉄道のハドソン線の通勤電車は、リバーデールの西端、ハドソン川沿いを走っている。地区内にあるスプイテン・デュイビル駅から、マンハッタンのグランドセントラル駅までの所要時間は22分で、ある。また、地区内からは、シバスの急行路線でもマンハッタンに行ける。ヘンリー・ハドソン・パークウェイはこの地区を通っている高速道路で、車で、 マンハッタンに向かうときはこれを利用することになる。リバーデールには2つの郵便番号が割り当てられている。1471はリバーデールにのみ割り振られている。1463はリバーデールのほか、東隣のキングスブリッジ地区やマーブルヒル地区にもまたがっている。リバーデールには大規模なユダヤ系やアイルランド系のコミュニティがある。ユダヤ教徒の人口が増えていくにつれて、 ユダヤ教の教えに従った、正常な食物を扱うレストランや、食料品店が増えてきている。このほか、リバーデールには、ドイツ系や韓国系の住民も多く住んでいる。リバーデールに立つ豪邸の外観はよく映画にも出てくる。中でも、最も有名なものは、ゴッドファーザーに出てきた、コーレオンハウスの外観である。この豪邸は、インディペンデンス通り沿い、ウェーブヒルの真向かいに立っている。 ブロードウェイに立つドーニーマローンズタ版は、ユマサーマン主演の恋愛映画、ザ・アクシデンタル・ハズバンドの撮影で使われた。ありがとうございます。